はいどうもキュウイです、えー、今日なんですけれども前回の、えー、サピエンス前史貨幣帝国それから宗教っていうのの,の続きとして今日は、えー、科学革命についいいての説明をしたいと思いますで前回までで人類っていうのは農業革命以降貨幣、まあ、だったり帝国だったり宗教だったりっていうのを、えーまあ、利用して、えー、人類を統一するっていう方向性とそれから秩序を維持するっていう方向性 2つの方向性で動いたっていうことを説明しました。で、今日はあのまあ、科学革命についてなんだけども、その価格革命が起こったことによって、人類の方向性というのは大きく変わります。それまでのえー、まあ、帝国だったり、宗教だったり。っていうのは今自分が持っているものをいかにして守るかっていうのがまあ、主な。 目的だったんですね帝国だったら今の自分たち自分たちの,あの素晴らしさを他の人にも知らしめてあげようっていうことで、まあ、統一を図ったりとか宗教も同じですね宗教も今ある自分たちの限界を知っているからこそこういうふうに行動しなさい贅沢はいけませんよとかこういうふうに行動するんですよっていうのをいろいろ伝えていたのが宗教だったわけですねで今日、あのー、取り上げる「科学革命」まあ科学っていうものはそれとは全く違くて 人々が新しい力を手に入れてもっともっと進化できるんだっていうところを、えー、まあ科学によって示されたっていうのが今日のメインのお話になります。で前回の最後にも少しお話ししたんですけれども、まあ、科学と宗教の大きな違い宗教っていうのは神が全てを知ってるんだと宗教っていうのは神様が全て神様がこの全てを知っていてそして 神様が我々に伝えるべきこと、伝えていることは全てこの聖書に書かれているんだっていうのが基本的な宗教の教えですね。なので宗教的な信仰を持っている人っていうのはもう全てはここにあると、全てはこの聖書に書いてあること、聖書に書いてあることを守れば我々は幸せになるんだと、そういうふうに言っているのが宗教ですね。一方で科学っていうのはそれとは真逆です。科学の基本的な態度っていうのは、 私たちははててを知っているわけではないでなすこれがまず前提になるわけです。でさらに知っていること今知っていることがもしあったとしてもそれをさらに知識を獲得すればそれが間違っている可能性もあるしもっとそれに対しての、えー、と知識は深まるかもしれない。前提が覆るかもしれないっていうのが科学の基本的な態度です。そういうふうな違いがあるんですね。で同じようにあのその宗教的な信仰を信じていた まあ古代というか科学革命が起こる以前の人たちとそれから現代まあ科学を信じてる人たちの,あの大きな価値観の違いっていうのがあって基本的に昔の人々っていうのは人類が進歩すするってていいうことを信じてないわけです人間には限界があってそこは超えられないんだっていうのが基本的な態度なわけですなので権力者まあ支配者とかっていう人たちは既存の今の能力 だったり秩序を維持するることとに邁進していると基本的に今あるものをどうやって守るかっていうことを日々常日頃考えていたっていうのが昔です。でさらに、まあ、当時の人々は宗教的な思想を持っていて、まあ、宗教的な思想っていうのは、まあ、いつか救世主が現れて戦争とか、まああのー、今起こっている貧困とかそういった問題はすべていつの日か誰か助けてくれるんだと。 そのために今我々はこの聖書に書いてあるこれをしっかり守って贅沢をせずあの暴力も行わずあの節,節度を保って生きていくことが大事なんだというふうなことが書いてあるわけですねでむしろ、まあ、もしね我々が人間の限界を超えて何かやろうとしたらそういうような試みっていうのは必ず大惨事につながるんだとそういう教えもあるわけですね例えばあのバベルの塔とか イカロスの話とかゴーレムの話って言ったのはそういうようなことをまあ書いてあるものですね。バベルの塔っていうのは人間が神に近づこうとしてバベルの塔を建てていくそれまであの主流だった石の,か石の代わりにレンガを使って高い塔を建てるんだけども結局それが崩されてしまう神様の怒りに触れて崩されてしまうっていうお話なんですけれども、まあ、そういうようなこと神に近づこうとすると結局失敗するんだとか。 イカロスの話っていうのもイカロスがあのまああの脱獄する際に羽をつけてね鳥の羽を集めて自分の背中にくっつけて飛ぼうとするわけですね。で飛ぶ時にそのお父さんに忠告を受けてあんまり低いところ飛ぶとあのダメだけどもあんまり高いところ飛びすぎてもあの太陽の暑さで羽が 壊れちゃうから溶けちゃうからあんまり高いところは飛んじゃ駄目だよっていう風にまあイカロスっていうその主人公のイカロスっていうのは言われてたわけですねなんだけども実際今いざそれ飛んでみると周りの下にいる人たちがすごいあすごいこれは神様の生まれ変わりなんじゃないかとかってこう褒めてくれるもんだから調子に乗っちゃって高いところより高いところ飛ぼうとしたわけですそしたらお父さんの忠告りあり太陽のせいで羽が溶けて実際落ちちゃうとそういうような話ですね だからあまりにもその人間の限界を超えて何かをしようとするとそういうものは失敗するっていうようなことがあの宗教的な思想の基本的な考え方そして死っていうのもまあ必ず訪れるものであるんだけども死は避けられないしそれに抗うこともできないと死をどうやって受け,るか受け入れるかっていうのも宗教の中にたくさん記述があるわけですね一方で現代っていうのはそれとは真逆ですと現代っていうのは基本的に無知であることを認めます 無知を自覚してそれがその無知をいかにして埋めるかっていうところにまあ科学っていうものの意味があるとで科学的な思想っていうのは基本的にその貧困だったりとか病気戦争まあ老齢まあ死とかそういったものが避けようのない運命ではないですというふうなことが書いてあるわけですね死は避けようのない運命ではなくて単なる技術上の問題 つまり病気が治せないっていうそういう原因があって成り立っているんだと、まあ、それを治す方法さえ見つかれば人は死ななくて済むんだというのが科学的な基本的科学の基本的な態度ですねだから人お医者さんっていうのは日々あのいろんな病気を治すために努力してくれているしその研究者っていうのはこの病気にはこの、えー、薬が効きますとかこういう治療法が役立,つ、ま、役立ちますっていうのを日々考えているわけですねそういういいいことをやっていけばいつか 自分たちがかかるような病気っていうのは全て治せるようになるしかからないようになるそうすれば人間っていうのは死ぬこともないんだっていうことを信じてるわけですねそれが科学的な、えー、思想科学的科学の基本的な態度になってますと。でじゃあ現代っていうのは、まあ、その宗教的な思想から科学に移っていったわけなんだけれどもじゃあ科学の発展だけが、まあ、今の我々を形作っているかっていうとそうではないですと。 どういうことかっていうと、まあ、科学っていうのはまあそのじゃあこういう病気になったらこういうような症状が出ますこういうような症状が出たらこう対処すればいいです、まあ、そういうようなことは科学によって説明がかなりつくようになったわけですねつまり科学っていうのは未来に何が起きる可能性があるか、まあ、そういうものを説明できますと。なんだけど科学っていうのは何が起きるべきかを説明することはできないですと。つまり我々人間がこの先未来 どういうふうになりたいのかどういう社会が理想なのかどういう生活をしたいのかそういうものっていうのは科学が決めることとでできないですとそういうものっていうのは宗教とか前回出てきたイデオロギーとかそういうものが規定するんだっていうのが、えー、この本に書いてありますとで例えば科学っていうのは、まあ、近代においては兵器の開発とか製造とかそういうものにすごく役立った、まあ、それが戦争につながるっていう悲劇もあったんだけれどもそういうものに役立った じゃあなんで科学によって科学がその兵器の開発とか製造に力を向けたかっていうとそれは科学がそういうふうなものじゃだからではなくて人間がそういう方向に進みたいとそう思ったからですよねそういうものっていうのは宗教だったりイデオロギーだったりそういうものがモチベーションになって科学がそれに使われているというわけですねつまり科学っていうのは宗教とかイデオロギーとかそういったもの,のと連携した時だけまあ栄えると そういういわけですねで今回はその科学を発展させた要因となったそのモチベーションの部分モチベーションとなった部分として主に2つ重要なものがありますと1つは帝国主義それからもう1つが資本主義ということで今日はその帝国と資本主義これについてこの後詳しく説明したいと思いますでまず1個目の科学と帝国についての結びつきそれからそれによる科学の発展についてです でちょっと歴史をたどっていくと15世紀ぐらいまで15世紀ぐらいまでっていうのは、まあ、まだ科学が発達する前ですね科学革命が起こる前ですこの時代っていうのは基本的にはアジアっていうのが世界の中心だったと今でこそヨーロッパとかその後出てくると、まあ、どんどん時代が進むにつれてヨーロッパっていうのが力を蓄えてくるんだけどそれまでの15世紀ぐらいまでの世界っていうのはアジアが中心だったというふうに言われてます例えばオスマン帝国 それからペルシアにあるサファビー帝国とかインドのムガル帝国とかまあそういうなんとか帝国ってアジアにあったあの帝国たちそれから中国もすごく強かった明とか清とかって言われてたものがすごく強かった15世紀ぐらいまではアジアが強かったなんだけどもその後ずっと来て、まあ、大体1750年から 1850年ぐらいにかけて世界の権力の中心がヨーロッパに移っていくわけですね。でまあこのあと学革命それからその後にまあこれは次回になるんですけども産業革命っていうような流れでまずイギリスが世界の覇権を取っていきます。でその後それに続いてフランスとかドイツっていうのが続いてくるわけですね。で その中でまあそ,のそういうような過程を経て世界の権力の中心がヨーロッパに移っていくわけなんだけどもその覇権争いにアジアの列強っていうのは当時あの15世紀ぐらいまではすごく強かったアジアっていうのは遅れを取ってしまったと、まあ、実際にそのイギリスとかがすごく伸びてきた頃にインドっていうのは植民地化されたりとかあとは中国もアヘン戦争を経てすごく弱くなったりと っていうような形でアジアの列強はすごく遅れを取りました。で、この理由については今度、あの、この後説明していきます。で、一つ面白いのは、日本だけはその例外でしたっていうことがこの本に書かれてます。どういうことかっていうと、日本っていうのは明治時代に文明開化っていうのをやりましたね。で、それで、まあなんかいろんなスローガンを、まあ当時、 あのいろんなスローガンがあってまず、あ、これ中学校の社会とかでやると思うんだけども「殖産工業」とか「富国強兵」とか「脱は乳欧とか,だからそのいうようなあのいろんなスローガンがあって、まあ、あの文明を発達させようとアジアから抜けてヨーロッパのものをどんどん取り入れていくんだとそれからあの軍隊を強くするんだとかそれから産業をどんどん伸ばしていくんだとか。 そういうようなあの文明開化によって明治っていうのはすごくあの時代が変わっていってヨーロッパの文化がすごくたくさん取り入れられてきたんですね日本っていうのは。で、まあ、西洋の機械とか装置とかどんどん採用してあの社会とか政治とかっていう多くの面で西洋を真似で作り直したと。あのまあ、それまでの武士の政治から変わってちょんまげを切り落としたりとかそういうようなことがあったわけですね。 でなので日本だけはこのアジアが遅れを取った時についていけたと。そしてまあそれによってまあいろんなことが、まあ、アジアの力が弱くなってた時に日本は頑張っていたんだけれどもあのまあそういうような形で日本だけはこのヨーロッパについていくことができたっていうのが一つ面白いエピソードですね。で日本はこれであの何てうんですか日本の伝統的な文化がいろいろ失われたりしたんだけどその一方でここで産業とか。 あの軍事的な部分でヨーロッパに遅れを取らなかったのはやっぱりヨーロッパの文化をちゃんと取り入れてあの日本っていうものを新しくしたとそこが一つ大きな貢献のポイントだったわけですね。じゃあ戻ってじゃあヨーロッパの諸帝国っていうのは何でこの時代に覇権を取ることができたのかっていう話をしたいと思います。でまあ世界にはそのさまざまな帝国が当時ありました。でかつての帝国 まあ15世紀ぐらいまでの帝国っていうのはまあこれはヨーロッパも含めてなんだけどもあのどんな帝国でも自分まあ例えば特に支配者ですね王っていうのは自分はすでにこの世界を理解してるっていうのが基本的な考え方だったわけですね。なのでその帝国がまた別の,あの都市を征服していく時っていうのは自分たちは全てを知ってるんだと。 自分はすでにこの世界を理解してるんだ,だからそれをあなたたちにも教えてあげようとあなたたちも私たちの国に帝国に取り込まれれば幸せになりますよっていうのが基本的な帝国の支配っていうものに対する考え方だったんですね。でそれがヨーロッパの諸帝国まあこっから伸びてくるヨーロッパの諸帝国っていうのはそうではなくてそうではなくてあなたの領土を獲得する時にはその土地 もしくはそこに住んでる人たちから新ししいいい知識をを獲得しよううっていうことを望んででたわけですなので当時のヨーロッパの諸帝国っていうのはまああのたくさんいろいろ社会の授業で人が出てきたと思うんですけどエンリケ公開王子とか。 まあそういうもの,のを皮切りにしてバスコ・ダ・ガマとかコロンブスマゼランジェームズ・クックとかまあそういうような人たちがいろいろ海を渡って新しい土地に行ってその土地のことをどんどん吸収していったとこれがヨーロッパこの当時のヨーロッパ小帝国の考え方だったんですちょっとその歴史を追っていくと1492年1492年にコロンブスがアメリカ大陸に到着したわけですね でまあこれ有名なエピソードとしてコロンブスがアメリカ大陸に到着した時にそれをインド諸島だと思ったと、えー、コロンブスっていうのはあのー、スペインから出発して、えー、地球を反対側えっ、ー、と、まあ、アメリカ側に回っていくわけですねアジア側じゃなくてアメリカ側に回っていくわけですでそうするとアメリカ大陸に到着するわけなんだけども当時のヨーロッパ人っていうのはアメリカ大陸があるってことを知らなかったわけです アジアがあるってことは、まあ、陸続きなので知っていたんだけどアメリカ大陸があるってことは知らなかったわけですね。なのであのアメリカ大陸に到着した時にコロンブスは逆側を一周してインドまで来たんだとそういうふうに思ったわけです。そして、まあ、そのアメリカ大陸に住んでる人たちのことをインディアンっていうふうに呼んでたわけですね。あインディアンがいたと。逆側回ってったらインドに着いたと。呼んでいたわけですね。 でまあ、これはあのその後に、ま、あの間違いだったって分かるんですけれども、まあ、こういうコロンブスの考え方この1492年当時の、まあ、確かにその新しい土地に行こうっていうその意欲はここら辺で見れたんですけどもこの当時のコロンブスの考え方っていうのは基本的には中世的な中世のヨーロッパの考え方つまり自分たちはもうすでに全てを知っているんだっていうのが前提になってるわけですね。ここが新しい土地だとは思わずにあインドに着いたんだ。 俺が知ってるインドあここだ一周してようやくたどり着いたぞっていうような考え方だったんですでその後1499年から1504年にかけてアメリコ・ベスプッチっていう人がアメリカ探検に参加したわけですね、まあ、当時はまだアメリカっていう名前はなかったんだけども、まあ、そこの新しい土地を探すっていうあのそこに探検に参加したわけですでその時に そのコロンブスが発見した大陸っていうところはこれインドじゃないぞとどうやらインドじゃなさそうだということをアメリゴ・ベスプッチが言ってで、まあ、このアメリゴっていうのがアメリカになるわけですけどもアメリカ大陸っていうふうに名付けられたとでこの1500年に入ったぐらいの,このまずアメリゴ・アメリコベスプッチっていうのが、まあ、近代的な考え方の,あの、まあ、皮切りですよね。 要するにここの土土地地っっってていいいいううのののはは新しでで自分たたたちはまだだ知らなこことがあったんだっていうのを認めたわけですよねこのコロンブスとアメリコ・ベスプッチこの2人の考え方っていうのがそのヨーロッパの帝国っていうのがまあその古い考え方から新しいまあ科学寄りの考え方に変わったまああのきっかけでもありますと。以降ヨーロッパ人っていうのはその過去の伝統を守るっていうことよりも今の観察結果を重視するようになったと。 新しいところによって行って全然違う人だったりとか全然違うものがあったらそれはあこれまた新しい自分たちが知らないものなんだっていうふうに積極的に思うようになったわけですね。でいろんなところに出向いて地理だとか気候だとか植物動物言語とか文化とかそういったものをどんどん収集していったというのがここの時代のヨーロッパのヨーロッパ帝国の考え方というかでしたと。 でその後ねアメリカとかアフリカとか太平洋インド洋を渡って、まあ、ヨーロッパ帝国っていうのはヨーロッパの諸帝国っていうのは世界中に基地とか植民地っていったようなものをどんどん構築してあの真にグローバルな帝国になったといろんなところに全然違うところに出向いてその土地を自分たちのものにしていったとでかつての帝国っていうのは、まあ、全然違うところに行くっていうのはなくて近隣との争いが基本だったわけですね 帝国っていうのは、まあ、その征服をどんどん進めていったんだけども基本的には隣の土地隣の土地っていうその近隣同士の争いを広げることであの世界を征服していったわけなんだけれどもこの当時のヨーロッパの小帝国っていうのはいろんなとこにこう全然違う土地にあの渡っていって真にグローバルな帝国を作ろうとしたというのがこの時代の考え方ですと。 でこの時にそのやっぱりその科学まあその植物の新しい植物だとか動物についての知識それから歴史とか文化とかそういうようなものを、まあ、地理とか気候とかも含めて収集して、まあ、科,学科学的に解釈するっていうところをやるにあたってやっぱりあのそういうところにまず行ってデータを取ってこなきゃいけないそれによって科学が発展したわけですねそのデータを取ってくるモチベーションを作ったのはやっぱり帝国なんですねつまり あの科学者っていうのはその帝国が、えー、世界を征服するためにここの土地のことをちゃんと知ればそ,のそれに応じてちゃんと征服できるとこの,土地のこの土地はどういう土地でどういうふうに攻めればいいのかとかどういうふうに対応すればいいのかっていうのが分かっていれば帝国の偉い人たちもそれに基づいてしっかりと戦略を立てられるとつまり科学者たちっていうのが、まあ、そういう 道具を与えたわけですね自分たちがこれを調べればあなたたちの,その支配にも大きく影響を与えますよとすごく役立ちますよと。ということで帝国の偉い人たちは科学にどんどんお金を投資してあならお前もっと違うとこ行ってまたデータを集めてこいとかそういうことをああの行ったわけですねつまり帝国の支援があって初めてこの科学が発展したと、えー、いうことになってます。 っていうのが帝国の、まあ帝国の支配、征服と、えー、科学の関係っていうところになります。でもう一個科学と、えー、結びつきが強いもの、科学というものが発展するモチベーションとなったものっていうのが資本主義ですね。で、後半はこの資本主義について説明したいと思います。で、まずちょっと前提として、経済、世界の経済っていうのが、まあ今あるわけなんだけれども、世界の経済の規模っていうのは、 歴史の大半を通じてずっと横ばいでしたとずっと横ばいでしたとつまり何か人が物を作ったら何か人が作ったものと交換するこれだけじゃ経済規模って大きくならないわけですね何か作って作って交換するまた別のものと交換するそれを繰り返して人が生活するのに十分な量が行き渡ったらそこで経済っていうのは止まってしまうわけですねで 近代,近代今まあ近代から今にかけて経済規模っていうのが大きく成長したんだけどもまあこのきっかけが科学であり資本主義であるわけですねでその成長に大きく貢献した要素っていうのが信用だったわけです信用って何かっていうとまあ人まあ信じることなんだけれども信用によって人々っていうのは 今まではただ物があって物と物を交換するその橋渡しのためだけに貨幣っていうのを使っていましたと。なんだけれども信用があれば人々っていうのは新しい事業まだないものに対してお金を払うっていうことができるようになったわけです。で信用ってじゃあ何かっていうと信用っていうのは我々の将来の資本というか将来今,あの今よりも豊かになると。 そういうような想定があって初めて新しいものに投資すするわけですね今よりも未来がもっとよくなるとだからその未来よく,よくなる未来に向かって人々はお金を払うわけですでなんでそうみんなが思うようになったかなんでそれによって信用をみんなが持つようになって事業,業にお金が払われるようになったかっていうと科学があったからわけですね。科学っていうのは未来の無知を,無知を認めて未来がもっとより豊かになるもの。 そして、えっと、人々っていうのは限界があるわけじゃなくて未来に新しいものが見つかればもっと良くなるというふうな考え方これが信用にもつながるわけです昔っていうのは経済規模、まあ、つまりあのパイの総量っていうのは増えないっていうふうに考えられてたわけですねつまりあるあるパン屋さんが例えば儲かりましたとそうするとまた別のパン屋さんが損するんだそういうふうに考えていたわけですどどっっかかのの国国が繁栄すればどっかの国は 滅びると、そういうようなことが昔は考えられた考えられていたわけです。なので、まあ、昔の宗教だったりとか規律っていうのは基本的に大金を稼ぐっていうのは悪だというふうに見なされていました。なぜなら誰かが儲かれば別の誰かが苦しむからですね。だけどこの科学科学の革命によって進歩っていう考え方が登場したわけです。つまり富の総量っていうのは増やせるんだと。 人々は限界、この今の量がもう終わりじゃなくて、もっともっと豊かにできる、もっともっと効率上げられる、もっともっと便利になると。そういうような考え方が出てきたわけです。それによって人々は信用を持つようになった。つまり、未来は今よりももっと豊かになると、そう思うようになった。信用が生まれて、それが投資につながって、その投資が経済成長をもたらして、経済成長が起こる、さらにそれでより便利になる生活。 が与えられることによってさらに信用が高まる、そしてさらに投資が拡がるというようなサイクルで、えー、経済っていうのはこの科学革命以降大きく成長したわけです。であのそれを象徴するまあえっ、ー、と主張というか、えー、人がいたんですけれども、千七百七十六年にアダムスミスまあこれも有名な人ですねの国富論っていうものにこんな記述があるというふうにこの本に書かれています。 でここに何が書かれてるかっていうとあの、まあ、地主だったりとか職人だったりっていう人がまずモチベーションとしてはあの物を作るわけなんだけども、まあ、家族を養うために物を作るわけですね物を作って売ってお金を手に入れるそれで生活していくだけどその人たちが必必要要以以上上ののおお金金をを得得るるととししまますすねそうすればもしそれが行われればその家族を養う以上のお金が手に入れば その人たちは、そのお金を使って、もっとより便利というか、もっと利益を増やすために、また別の人を雇ったりすることができるわけですね。人をたくさん雇って、もっと多くのものを作ったりとか、もっといいものを作ったりすることができるようになるわけですね。で、それによって、まあ、利益が増えるわけです。よりたくさんのものを作れば、いっぱいものが売れる。そうすると利益が増える。利益が増えれば、また雇える人数が増えると。雇える人数がまた増えれば、またさらに利益を上げられると。 でこういうサイクルによってあの人々っていうのは、まあ、雇われる人がたくさん存在できるってことは景気、まあ、がいいわけですよね。そういうことが行われればあの富は増加してより豊かになると。まあ、つまり個人の起業家起業家の利益が増えるってことは全体としても富が増加して繁栄するということが国府論に書かれているわけです。つまりそれまでの 1> 1人がお金をたくくさんん稼ぐことは良くないこととはなないだっていうような思想からと真逆になって利益を上げればその分他の人にも幸せが回ってくるんだというのがこの時代の考え方ですつまり人間の利己的な衝動お金を稼ぎたいもっと利益を上げたいもっと有名になりたいこういうような衝動っていうのが全体の豊かさにつながるんだとでこの時代のこの考え方ってものすごくまあ画期的というか え衝撃的なものでつまり言いたいことは強欲は善だとということなですね言い換えるなら利利己主主義義っていうのは利他主義でもあると個人の欲求を満たしてお金を稼ぐことっていうのが結局周り回って全体に対しても幸せにつながるとこれは当時の考え方からするとすごく斬新で衝撃的でした昔の人々っていうのは贅沢をなるべくしないで 自分だけのことを考えるんじゃなくて周りのことを考えて自分がまあ最低限の生活を送るそれをみんながやることによってえ人々っていうのはうまく回っていくんだと生活社会っていうのはうまく回っていくんだというふうに考えてたわけですねだけど実は誰かがが得ををををすすれれれればそれをみんんなが恩恵を受けけられるるだとといいうことをここでで言われているわて、まあ、ただ一つ条件があってまあそういうふうに一人の一の人が儲けた時にそれが全体に回るためには 条件ががつありますすとそれはアダ,ミアダム・スミスミ言っているわけです何かっていうと生産利益、まあ、つまり利益っていうのはそれをさらに生産を増加するために再投資されなくてはいけないということが言っているわけですね、まあ、当然ですよね利益が増加したらそれを自分で持ってても意味ないそれをあの生産を増加するためにさらに投資しなくちゃいけないんだとそうすることによって、まあ、雇える人が増えてその人たちの給料が上がったりとかたくさんの人を雇えるようになってさらに あの経済は豊かになって、えー、と人々は繁栄する幸せになっていくんだっていうふうに、えー、言っているわけです。でそれが基本的な資本主義っていうものの考え方ですね。はい、でじゃあもうちょっと資本主義について見ていくと、まあ、資本主義の基本的なあの考え方はそれで、まあ、理念としては資本主義っていうのは経済成長経済成長は善であると。 えー、しかも思考の善であると経済を成長させることが人々の幸せにつながるんだと今言ったようなさっきの流れですねさっきの流れによって経済成長をとにかくすることが思考の善でありそれが人々の繁栄幸せにつながるんだっていうのが資本主義の基本的な考え方ですでこういうのは何をすることがいいってこれが新しい宗教なわけですねまあ 前回の呼び方でいうとこれはイデオロギーに分類されるんですけども基本的にこれを信じれば社会全体がうまく回るんだよみんながこれを信じて頑張れば社会がうまく回るこれは基本的に宗教的な考え方秩序を保つための考え方ですね。ハンムラビ法典と同じです。ハンムラビ法典をみんなが守れば秩序をうまく保って人々は豊かになるちゃんと生活を送れるんだ社会をうまく回るんだっていうのが基本的な考え方ですね。 でこの資本主義っていう考え方が近代科学の発展に大きく影響を与えますつまり科学っていうのは未来をより豊かにするものだから科学にもっと投資しましょうと資本主義っていう考え方ができたことによって科学に投資すればいいんだとそれによって経済が成長するというふうに言われていたわけですねで科学に投資するとえー、経済があの科学によって経済が成長して それがさらに信用につながって科学にもっと投資が行われるわけです、まあ、そういうループによって資本主義と科学っていうのは相互に結びつき合って科学が発展していったとでえっとその、まあ、資本主義っていうのを世に広めるにあたって大きく貢献したのがやはりヨーロッパの帝国主義なんですねでヨーロッパの帝国主義っていうのが信用制度っていうのを創出しましたと でコロンブスっていうのはあの、まあえー、アメリカ大陸に渡ったわけなんだけどもその際にスペインから資金援助を受けてたわけですねスペインから資金援助を受けて自分は行きたいんだと自分はあの新しい大陸を探しに行くんだというふうに言ってあの資金援助をスペインからもらってたわけですでスペインは当時そのコロンブスを信用していたのでお金を払ったわけですねそしてコロンブスはその後アメリカ大陸 まあインド諸島だと思っていたけれどもアメリカ大陸を征服して金銀の鉱山だとかサトウキビとかタバコのプランテーションを作ったりとかっていうことをその土地でやってどんどんあの経済を成長につなげたとそういうような成功例があったから他の国の人とか他の国の君主とかまあ投資家とかって呼ばれてる人たちは信用取引をさらに行って。 えー、そのヨーロッパの帝国主義っていうのが、まあ、帝国資本主義っていうふうにここには書かれてますけれどもこの循環によってどんどん経済は成長していくし科学も発展していったというふうに言われています、まあ、つまり信用による投資っていうのが新しい発見をもたらしたと新しい土地で新しい発見をもたらしたとその発見っていうのが植民地につながって植民地で新しいものを作ったりとかっていうことをやることによって植民地その植民地が利益を生んで その利益を生んだということが信用を育てて、それがさらに投資につながるということはですね。で、えっとそろそろ終わりに近づいてくるんですけどももう一個この資本主義と時を同じくというかそこの後に続いて株式会社っていう考え方ができるわけですね。 株式会社の誕生についてちょっとお話ししたいんですけどもまあこの当時こう信用によって人々まあ特にそのお金を持っている人っていうのは投資をどんどん行うようになっていったわけですね。なんだけれどもこういう探検とか新しい土地で何かをやるっていうのに投資をするのはやっぱりあの実際に失敗も多かったりとかお金を払ったんだけど結局何も見つからなかったりとかその途中でうまくいかなかったりとかっていうのがあるわけですね。 なので失敗も多くてやっぱりリスクがあったわけですお金を払う側の人にとってもリスクがあったわけですねこれ本当に払って大丈夫なのかなってい思いがあったわけですで、このリスクを減らすためにヨーロッパの人っていうのは有限責任の株式会社っていうのを作ったわけです株式会社って何かっていうと一つの事業をやりたい人が株っていうものを発行してその株っていうのをたくさん発行してそれを 一人の人から資金援助をもらうんじゃなくて株っていうのを買ってくれた人からお金をもらうわけですねつまりリスクを分散したわけですその株,株というものを発行することによって誰かすごい偉い王様一人からお金をもらうんじゃなくてみんないろんな人から株を買ってもらってその株を買ってもらったお金を自分が集めるわけですでそのお金で何かをやるとなのでこの当時の,そのヨーロッパ人っていうのは大勢の投資家からまあ株っていうものを 買ってもらうことによってお金を集めて、そして探検に向かったわけです。で、そのえっと世界初の株式会社っていうのが1602年ぐらいにできたオランダ東インド会社と呼ばれているもので、まあ,あのインドの方でまあ、あの商売をやっていたというふうに言われています。 ここまで資本主義のまあ発展それから資本主義と科学の結びつきなんだけども、まあ、この資本主義によってまあ経済は成長していきましたといいことばっかりかっていうと、まあ、そうではないですと、まあ、それが常ですねで資本主義の弊害としてここでいくつか書かれています一番大きなものは生産を増加することに取りつかれてしまって倫理的な考慮がなくなってしまうと でその代表例が奴隷ですねで奴隷っていうのは奴隷を売り買いするあの実際にそういう会社があったみたいなんですけども奴隷を売り買いする会社っていうのも営利企業だったそして上場株式市場に上場もしていたらしいです当時つまり彼らは彼らとしてはちゃんと商売としてやっていたと生産を増加して、えー、利益を増加させて経済を成長させるためにやっていた そういうい会社だったわけですねなんだけれども彼らはその生産増に取り憑かれてしまって倫理的な判断ができなかっただから奴隷を売買するなんてことを思いついたというようなことが書かれていますまあそれもその1945年以降第二次世界大戦が終了して以降その資本主義者の強欲っていうのは多少歯止めがかかったというふうに書かれていますでも今 現在でも資本の分配っていうのはあまりに不公平であるというふうにここにも書かれてますね。でこれじゃあ、まあ、経済が成長して経済が成長したっていうことは、まあ、またねこれは農業革命の繰り返しななんじゃないかとつまり全体としては経済は成長したように見えるけど人々の暮らしって本当に豊かになったんですかっていうとそうじゃないんじゃないのと格差が広がっただけじゃないの。 っていうふうふににに最後にこの本に書かれてます農業革命と同様に近代経済の成長あるいは資本主義っていうものも大掛かりな、まあ、詐欺というか全体の繁栄の裏側に個人の苦しみっていうのがまとっているものなんじゃないのということが最後に書かれてます。でここまでで、えー、と今日のね 科学と帝国の話それから科学と資本主義のお話が終わります。次回ね次回はえといよいよ産業革命これでもう本当に大きくまあ近代現代にね近づいていきます。産業革命っていうのは科学革命をさらに発展させてその実際に科学っていうのが人々の生活に大きな影響を与えるようにまあ個人の人々 に大きなな生活を与えるようになりました次回はこの科学まずは科学革命によって資本主義だとか帝国主義ってもので要するに制服ですね世界制服がかなりできるようになったとそこが広まったとそれが実際に産業革命によって人々の個人の人々の生活にも科学っていうものがより使われるようになったというのが次回の産業革命のお話になります。 今日はここまでにしたいと思います。ではまた。